はい、どうも、デートのインターナショナルです。ね、ギャル霊媒師、飯塚結衣の一番弟子の弟の正也と申します。よろしくお願いします。で、今日は心霊スケッチをさせていただこうと思うので、それをぜひね、皆さんに見てもらえたらなと思うのと、早速、今日はもう、おらっしゃるところからスタートします。ぜひ、カメラを向けてもらうといいんですけど、ちょっと、場所で言うとですね、白い鉄骨が立ってるの分かりますかね。4本立ってるところがあっての左側のちょっと角、鉄骨の横ですね、一番左の鉄骨の横側にちょっとね、いびつな形の男の子がいるので、ちょっとこれ絵で表さないとちょっと説明がつかないと思うんで、ちょっと表していこうと思います。まずですね、ここが白いポールということでちょっと伝えておきます。それでは今いるこのいびつな形の霊っていうものをちょっとご紹介したいんですけども、それがですね、こちらです。こちら、こう見ていただけると、白いポールがあそこですよね。で、あの角にいるって言ったんですけど、男の子の、戦争の時とかの時代の男の子の霊がいます、あそこに。で、タンクトップ着てるんですよ。ちょっとこう、よれたタンクトップですね。で、ちょっと変だなと思うところが、ここでちょっと体が全部映ってるわけじゃないんです。ちょっとここから透けてるんですね。で、この壁からまた手が出てるんですよ。で、この手は一応男の子のものの手なんですけど、ちょっとこれ怖い話しちゃうと、戦争の時代って要は爆撃とかいろいろあったと思うんですね。で、体が吹っ飛んでしまって、手がここから取れちゃったのが、要はこの子がすごくショックに思った瞬間のものがちょっとその子の近くに宿ってる。だからむしろその壁から出てるんですよ、手が。でもこの子の体とはくっついてないんですね。で、ちょっと恨みを持ってます、人に。だって戦争なんかしなければ俺は死ななかったっていうふうに。でもその時代のことなので、やっぱりちょっとこうね、一概になんかちょっとこうね、深くは言えない部分はありますけど、やっぱりちょっとこう、どちらかというと自分がこうなったことを世の中のせいだと言って今訴えかけています。で、ちょっと供養してもらいたいってよりかは、ちょっとお祈りをして、こう例えばちょっとご自身が納得いったらですね、天国に行けるような階段を作ってあげるっていう意味で、ちょっと祈りを、祈りとあげてちょっと供養しようかなと思います。うん、今もう一個言うと、何見てんだって言ってます、ちょっと怖い感じの形相で見てるので、皆さんもちょっと気を入れてちょっといただければなと思います。じゃあちょっと今から祈りとあげておくのでお願いします。御敵退散、観南ボロン、悪魔合伏、観南ボロン、天下太平、観南ボロン、防具成就、観南ボロン、宝珠安全、観南ボロン、家内安全、観南ボロン、闘病併有、観南ボロン、悪難消滅、観南ボロン、心願成就、観南ボロン、諸願成就、改良満足、天魔下読解、仏性島三章、浄土来魔界、仏界道、二層平等、無差別、縁が神社、壺大神、恩が物だなく、千円、超が寿司、六大地、地が神社、即神社物、重曹、衝動薬、障害信者燃費、観音力、現地公本人、オンアボギャビロシャマコモドラマにハンナマジンバラハラバイテン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 。今ちょっと無事祝詞とちょっとご供養のお経を読ませてもらって、あのですね、
さっき形相が怖いってちょっとおっしゃったんですけど、柔らかくなって、男の子なんですけど、子供なんですよ、小学3、4年生ぐらいの。でも顔つきがちょっと本当怒った大人の顔になってたんですけど、今本当年齢に伴った表情になって、ありがとうって言われてます。それはこれは自分たちじゃなくて、自分だけじゃなくて、今こう来られてる方々こうさに対してもありがとうって言ってます、うん、ちょっとこれはいい動画になるんじゃないかなと、うん、思いますので、恨みがあった例がそこからこうね、ちょっとこう柔らかくなるっていう状況って、やっぱこう普段じゃお見せできない部分なので、うん、で実際にちょっとこうね、ありがとうってものを伝えているので、やっぱりちょっとこう個人的にもですけど、まあね、今日デートさんのスケッチやっててよかったなとまた一人助けれたなって、自分生きてる方たちだけじゃないですか、助けてる、うん、亡くなられたデートたちも助けてるので、そういう仕事をしています、うん、でもう一つなんですけど、こちらちょっと駐車場を取ってもらうと分かるんですけど、前回ですね、ギャルリーバイシーのうちの姉の飯塚結衣の方でね、姉の時にいた例では綺麗にいませんね、うん、到着いたしました。駐車場ですかね、はい、駐車場なんですが、はい、すごく細かく言うと、はい、この2つ目、2番ありますよね、はい、年齢は21歳。なんでここにいるかっていうと、自分は親に捨てられたって一言目に言ってきたんですよ、うん、で私には居場所がないし、帰る家もない。でやっぱりこうしてるのは、別に私自分が死んだことも分かってるよって言ってたんですね。だけど自分には帰る家がない。姉の時にいた例では綺麗にいませんね、うん、きちんと供養されてるっていうのと、ちょっとなんか工事が前回より進んでるので、なんか土地的にもちょっとクリーンになってるかなと、うん、前みたいな感じでこう溜まってるわけじゃなく、ちょっと立て壊しっていうことでも、やっぱりちょっとこう、まあ霊たちがこう散漫する、一個に固まらないでこう吐けるっていう意味合いもあるんで、全然今ここの場所って悪いものは溜まってません、一切、うん、そうですね。むしろなんかこういう風に一つずつさ、ね、霊のこう供養するだけでも、その土地って良くなりますから、うん、まずこれが一つ良くなった状態なので、ぜひ皆さんしていただければなと思います、うん、普段ってこういう街中で通行人の方々って、はい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 、影響を受けたりとかってあるんですか？これなんですけど、通ってる分には影響ないんです。ただすごく霊感感じやすい人とか、波長が言いやすい、よく体質とかって言うんですけど、そういう人は何もしてなくても通っただけでついてきちゃうとかもあります。でプラス、例えばここでゴミ捨てたりとか、例えばそのパチションしたりとか、なんかいろんなことを、そういう、ね、汚すことをすると、さらにそれが怒りに変わってついてくる場合があります。でもその場合でちょっと気をつけていいですよ、ついてくるじゃなくて罰が当たりますから、ね、うん、そこはまた取り付くとまたちょっと違う話になってきちゃうんで、うん、だからちょっと皆さんもちょっとこうね、愛にあんまり捨てない方がいいと思います。で気になる霊感の方とかは、例えばちょっとこうお化け、今こうテレビで見て怖いと思う方いるじゃないですか。でもこれ一つ大丈夫な方法があって、ちょっと自分の動画見る前でもいいです。一旦こういう風にオレンジ色の木ですね、まあ、ボーリングのボールみたいなのをちょっとこういう風に持って、ちょっとこう自分は大丈夫だ、うん、温かい木を感じながら、ちょっとこうね、気持ちを何ですか、温める、うん、ちょっとイメージするだけでもなんかちょっとこうリラックスすると思うんですよ。温かい気をこう念じてるなと思えばっていうのと、あとはちょっとこう気にしない、見てても逆に自分にはつかない、自分は大丈夫だ、最強だ、そんぐらい思っておいていいです。全然超えてる、うん、だからさっきの話戻っちゃうんですけど、ここ通る人とかいたら逆にちょっと怖い、絶対霊感対策にとってちょっと感じるんですよ、うわっみたいな。でも私大丈夫、関係ないわと思って違うこと考えたりすると、それだけで避けれますから、波長が合わなければいいだけですから、うん、ちょっとそれを大事なこと伝えれたなと思って、
あのまたぜひあのね、また渋谷の方に回っていろいろと見ていこうと思うので、あの今日は今日であの戦後の方の供養という感じでさせていただきました。引き続きベートナーさんのチャンネル、ギャルレーバー氏飯塚院のチャンネル、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。